こんにちはは第回目のののののスステー本日ゲトフラリパッお二人でですす素晴らししいい演奏たありがとうござま毎月この車キーシステムの企画と一緒にアーティストの皆さんの背景とかを見てる方に知っていただくためのコーナーをやらせていただいてます井上と言います。よろしししくお願いいます本当に素晴ら体験を <laughs> 感じですね。はい、このコーナーでは、はい、えっともちろんフラリーパッドのファンの方は皆さんあのいろいろご存知なこともあると思うんですけど、せっかくその世界に向けてね配信しているので、うんはい、えっと是非ともあのお二人のことを深く知っていただくためのコーナーとしてここがあります。はい。はい、いでは、えー、スタートしようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。 実作されちゃった。そうなんです。えっとね、スマールライトですか。この後ですね、あのこの後の主役はですね、えっとお二人のね。あらららあらこれはこれは。はい。これはあの随分小さい子です。そうですね。ちょうど二三年前。五年かしたの。五年か。いつ頃の写真ですか。すいません。そんなもないこと。まあまあまあいつ頃の写真です。かこれは小学校六年か中学一年ぐらいやね。はい。小さいね。も小さいけど。小っちゃ学校の子。 ところからもあれですねエレキも持っています。そうエレキギターですね。はいお互いあのエレキギターなんですね。僕たちあのあの小学校からの幼馴染なんです。あ幼馴染ですね。でツインギターでツインギターでそうやってらっしゃる。 ね、だいちゃんのお兄ちゃんがね、エレギターをやられてて、それをだいちゃんが真似して、それを僕が真似した。真似しかっこいいなみたいななるほど。この時はどんな曲やってらしたんですか？この時はね、多分ね、ジュンスカイウォーカーズのジュンスカイウォーカーズ。ぬるぬるなのユニコーンとかね、お天パンドみたいな。畳だからもうちょっとしっとりしてもね、適に見えます。これ染み付です。清水家です。染み付け部屋です。染み付で練習してらっしゃる感じですか？清水ちゃんこうやでっていうのを。そうそうそう。ちょっとこれあれ多分ね、ジュンスカイウォーカーズのイントロですよ。あ、合わせてると 歩いていこうだよね。多分やってるところです。なるほど。えっとその時からもえっと二人でやられていて、でえっとギターはまだ小学生で自分じゃ買えないですよね。どうしてたんですか？あいやお年玉をね。そうでお年玉に貯めて貯めて買ったという記録がありますけどね。そうですね。そうなんですか？ご自分で。まあ偉いわ。そうなんですね。清水ズくんは流行ってたレスポールをね。そうなんあのちょっとジュースカイウォーカーズのイタリストの森俊太さんがね、黒のあっちですけどね。あそうですね。 すみません。先からね、黒のあのレスポールを使っておられて、あとレスポールのところにシールも貼ってあったんですけど、それも真似してました。なるほど。完全にファンでしたね。すごいですね。じゃもう本当その頃から音楽でやっていくぞってもう二人とも決意照らした感じ。いや、まあ本当にあのこの時は楽しんでたっいうか、憧れてですね。はい。始めましたね。はい。でもそれで今に生きてるということで、じゃあ次お願いします。懐かしい写真。こちらです。あらら、これ懐かしい。ビューされる前ですよね。これはですね、あのフラリーパッドを結成して初めてライブを。 地元のカフェですね、はい、カフェでライブをさせてもらったんですけど結成初めての。

なんか本当にこうでしょうさっきの海とかあの綺麗な空とかが思い浮かぶような本当情景が思い浮かぶようなあ<ー>、はいインストルメンタルでもうすごいこうノリノリで実はあの影で聴いてたりスタッフもノリノリで陰で聴いたりしてるんですけどこれを経てデビューされるということで次お願いします。はい はいこれがこれデビュー当時のアーシャですねなんかこう左右が逆みたいあそうですね <laughs> 立ち位置がちょうどです <laughs> ね今逆ですねうう当時は逆でしたね、はい、しかもあれバックはあのー 京都の御所ですねあれ。そうですね地元京都の。バオーストラリアとかみたいですけど。これは言わんかったバレーテ。ああそオーストラリアで取ったアシャといたいところです。これ京都ですね地元京都の御所京都なんですね。で、あのそもそもいつの間にそのギターからウクレレにこう持ち替えてどんなきっかけで。はい。きのあのね小学校後半の時からギターを初めてふさいでねギターを頑張ってやってたんですけど、あのやってるうちにこう。 教えさせてもらう講師のあ先生ですはい先生をねやらしてもらう教える仕事をねバタイもそうなんですけどあるあのとある会場でですねウクレレも一緒に教えてみないかっていうあいきなり教えられるもんなんですかいやね僕もねどうなのまあ研修とかあったいろいろはいあの研究はしたんですけどねでも初めはウクレレというと日本ではねコミカルなイメージが強いじゃないですかそうそうですねちっちゃいからねはいそうなんですなので僕も本当はあの嫌やったんですいやいや始めたんですけどもでもあの ウクレをしていくうちにどんどんグ、ねはい、レーの魅力に。 音とかサウンドとか。そうなんですか。はい、ハマっていきまして、もう釘付けなすねどの辺がそのウクレレの魅力っていうとこ。あ、あの、やっぱりまだまだね、当時っていうか、まあ、今もそうですけど。え、ウクレレを使った音楽って。そうですね。知らないっていうか。はい。まハワイアンももちろんそうなんですけど。ハワイアンの中でもいろんなスタイルがあったりとかして。そんなこと知らないですもんね。普通は。はい。やっていくうちに。深いなと。深いなと。これは面白いなと。で、ハワイアンとかもやってたんですけども。 あのー、実際自分のオリジナルがしたくなって彼にこんなんできたでっていうのを、ね、う見てもらってあそうなんですか、はい、僕も僕で別のバンドをやってて、はい、自分のオリジナル曲をやったんですけどお互いこうライブ見に行ったりして、えー、あいい曲書いてるねっていうのでう本当に音楽がつながってそのまま幼なじみからここまでそうなんですよねすごいですねでそのウクレレとそのギターの組み合わせっていうのもすごくその、まあ、特,特に国内だと珍しい 組み合わせななんじゃいかそうですねそれこそハワイアンの形だとグレレとギターって入ってるんですけどインストゥルメンタルになるとちょっと少ないんじゃないかなそうですねすごいユニークっていうか他にないでしかもんていうか本当に爽やかですよねさっき聞いてて僕たちも初めて合わせた時に「こんな音楽ができた」っていいじゃんいいじゃんいいじゃんええやんこのままデビューしちゃおうぜぐらいそんなことはないけどって感じじゃあそのお二人で自然とこんなふうな その今のこんなんできたこんなんできたというのがすごいあの僕たちも新しい発見が多くてそこのまた自然なこのケミストリーってやつですねケミストリーっていうのを感じますよね,なん,ねなんかこう役割分担とかじゃなくてお二人でこうやってる、うん、楽しそうにやってらっしゃる感じがすごいします。うん、はいいじゃあ次お願いしますで<お>えとこれが れは札幌シティジャズパークジャズライブコンテストですねも書いてあるんですけどこれどんなかっというと僕たちコンテストっていうの出たことなくてこの時に一回、出てみよう初めてチャレンジしてみようとこれが優勝するとカナダのトロントのジャズフェスティバルに出れるということでもうこれは取りに行かなということで優勝を目指して行きました。なんと 見事に優勝逃し逃し <laughs> 逃し逃んかこう行ったのかなと思ったん <laughs> そうそうそうでもけ <laughs>、はい、ああ夢はかなく敗れたと思ったんですけど、はい、ちょうどね、優勝された方がギター一人の方で,、はい、で今回はあの審査員の方がですね特別にもう一組トロントに連れて行きたいチームがありますと。

そうなんです。はい、トロントジャズフェスティバル、ジャズでもないのにね。お願いします。はい。えっとこれは真ん中のですか。そうですね。真ん中がトロントジャズフェスティバルの演奏ですね。はい。ジャズフェスティバルではどういう紹介のされ方を、まあこうあれですか。こういうちょっと変わった音楽があるよとか、こうユニークな曲があるよとかまあ若手アーティストを紹介するっていうあの枠に入れてもらって、まあ地元の大学生のジャズの

いたりその方とか、と一緒にね、ライブさせてもらったっていうセッションもね、させてもらって。そういうの楽しいですよね、フェスティバルって自分たち以外にも出るから。そうですね。はい。思い出の。ジャズっぽい感じじゃないけど、僕たちはジャズ。ジャズでもないのに、けど、ジャズフェスティバルに出させてもらってるね。でも、ジャズミュージアンってあれですよね、インプロビゼーション得意だから。そうですね。そういうふうにはいきなりやってセッション。はい。楽しかったんじゃないですかね。そうですね。で、これ、あの、トロントだけじゃないんですよね、この上の方はまさしく。 まさしくハワイアンな空気が、はい。<laughs> クレレの本場、はい、ハワイで、うん、ウクレレフェスティバルっていうのにね、あ、まさしくウクレレでございました。ねこれね、も本場中の本場ですね。そうですね。本場,本場ど本場ですね。<laughs> どんな感じでしたかあの行ってみて、いやもうねそれこそ行くまでは、うん、そのね。 本場で、その僕たちのウクレレと、ウクレレを使った音楽がね、どんだけ認めてもらえるっていうかね、受け入れてもらえるかと思ったんですけども。あのすごい反応は良くて。あ、良かったですね。すごい面白いねって言っていただいたで、ね。はい。本当良かったですね。じゃあもうウクレレを聞き慣れてる方々にも、あ、これ新しいんじゃない、面白いんじゃない。そうですね。感じの反応話、嬉しかったですね。他にも、そのあれですね、ウクレレやってる人たちとも、こう交流できたそで、ね。そうですね。はい。世界各国の。 こういうのもきっかけでその次、タイのね、一番下のタイのこれもウクレレフェスティバルなんですけど僕、ウクレレじゃないのにもウクレレフェスティバルジャズでもないのにジャズフェスティバルって僕が一番ラッキーなんですけどね、いやいやいや、肩身狭くないで僕いったらもうギターですって感じでやってるんですけど、これ、タイですね、バンコク。これもじゃタイだとウクレレがなんか あのそれなりにお客が呼べるっていうことなんですか?。今タイではすごいウクレーブームなんですよ、はい。あ、そうなんですか?はい。あらあら。タイのだと、タイだとじゃ、そのウクレレやってる人とかも実は多かったりとか。そうですね。あの。こっちはと、ね、年配の方が多いイメージなんですけど。ね、タイに行くと、小学生の女の子とか、中学生の女の子とか。と若い子がウクレレを持って <laughs>。 でこういうフェスティバルを見に来たい。えー、すごいんですよあ。そうなんですね。うん、じゃあ、もうお客さんの乗りもこう、なんか、そのこうじ、じっくりまったり聞くんじゃなくて、こう。ノリノリで。そう、どっちかというと、わあ、綺麗な。そう、そうなんですね。楽しいですね。そうすると。そうです。 そうなんですかじゃあそんな感じでその国内にもとどまらずにワールドワイドに活躍していらっしゃるフラリーパッドさんということでフラリーパッドのお二人この後であのライブの後半の準備をしていただこうと思うんですが一つ、ですねこのサウンドステーツでは毎月、その月に今月月ですね5月にお誕生日がある方にアーティストからバースデープレゼントの。 えっと演奏していただくということになっております。はい、ですので、えっ、ー、と今この配信を見ていらっしゃる方はこの番組にえっ、ー、と。ここでしか tv のこのサウンドステースという番組にですね。チェックインしていただいて、はい、で、えっ、ー、と誕生日にプレゼントをしたい方のお名前をつぶやいていただいて。 先着一名。お、先着。はい。誕生日おられますかね。五月の方でいいんですか。五月の誕生日方。は五月誕生日の方。はい。誕生日です。そうそう。そうなんです。チェックインしないと。チェックインしないと。ほらほらほら。はい。で、そうするとその方にえっと向けてバースではい。いただくと、あの演奏していただくと、はい。い。う形になっておりますので、えっとこのようにあのせっかくインストリームを通じてですね、国内に限らずもうどこからでも見られるっていう新しいライブの形にえっと挑戦していただいていることもありますので、見て。 いらっしゃる方も、どしどしあの質問とかですね、感想とかですね、もうすでに結構あの、もうすごい数の方がチェックインされて。こう、か、いい感じですねって、はい、あの、つぶやいていらっしゃるので、はい。はい、ますますの反響をお待ちしております。はい。それでは、えっと、後半に向けまして、はい、ご準備をしていただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、えっと。 フラリーパッドのお二人はこれからライブの後半に向けて、えーとですね、あの徐々に準備をしていただきますが、えー、とその間にです、ねえー、とフラリーパッドのファンの皆様それからこの番組を見て初めてフラリーパッドをしてあ生でも見たいと。 えっとおっしゃる方のためにですねいくつかお知らせがございますはいまずですねえっ、ー、と今画面に出てますようにえっ、ー、とウクレレスーパージャム二ゼロ一二えー、今年ですねウクレレのえっ、ー、とイベントまず東京公演が今出ていますねえっ、ー、と五月十二日来週の週末ということになりますで次お願いします同じウクレレスーパージャムえー、こちらですねえっ、ー、と神戸で えとございますこちらもクレレのイベントになっておりまして、えー、とあのフラリーパッドの皆さんももちろんですけれども今出てますようにあの他のですねアーティスト皆さんも出演されます、はい、さらにですね単独ライブもございます、はい、こんな感じですね単独、えー、ライブの方ですね、えー、と6月になりますが、えー、こちら横浜管内が6月27日、えー、と東京が6月28日から ともう一つ単独ライブがありまして、はい、ええー、と、こちらですね。ええー、と、東京中目黒の方でも7月に単独のライブがございます。ええー、と、先ほどの、前半見ていただいても分かりになります通り、もう本当元気いっぱい、そして、その。 最初の音を聞くだけでこう情景が広がるような本当にあのなていうんですかねこの場全体がパート空気が変わるようなライブをしてくださりますのでえっとぜひで生で行きたいという方はあのこちらにもぜひおハをお運びいただければと思いますはいそれからですねもう一つえーっと毎月恒例サウンドステージのはいえ視聴者プレゼントの コーナーです。こちらですね。えっ、ー、とちょっとちっちゃくてえっ、ー、と見えないかもしれません。後であのアップに移してもらいますが、えっ、ー、とフラリーパッドの3枚目のアルバム風風風こちらですね。こちらにサインの入った今寄っちゃいますね。ズズーンはい、えー、こんな感じで、えー、サインが入った映りますかね。はいえっ、ー、と CD これをですねご名様にプレゼントいたします。こちらはですねえっ、ー、と下に書いてあります通りこの番組のツイッター ここでしか TV をまずフォローしていただいてこの番組の今のタイムラインのほうにチェックしていただいてでライブチケットが欲しい、ライブチケット希望、ライブ行きたい、ライブチケットちょうだい、なんでもいいんで <laughs> ライブチケットを希望するというコメントをつぶやいてください、ひっそりつぶやいてもだめですよ、番組のタイムラインの方にチェックしてこの辺のプレゼントが欲しいというのをつぶやいてください。 はいそれではですね、えー、とライブの準備が整ったようですので、えー、次の曲に行きたいと思いますなんと今日は5月5日、えー、スーパームーンの日ですのでスーパームーンとともに皆さんにお送りしますはいブルームームンです。